やっぱりこの部屋が懐かしいな、この撮影するには。あ、そう、うん、この部屋がふさわしいね。このやっぱりこうね、周りのこうやっぱり経験で長いことここでねやってきたから、だいぶ来ました。うんうん、うん、あ、でもこれはい、はい、何チューニング、いいよ、せんな、チューニングしなきゃダメ、ダメ、チューニングしなきゃ音楽にならない。そうかい、もうそれは仕方ない。はい、どうぞ、いますよ、うん、行ってください。調子狂うなぁ。これもチューニングの感動的な話。朝から、はい、どうぞ。究極の不況。祈りの言葉さえも知らない私です。どうか神様私を導いて、心からの安らぎただそれだけを求めたどり着くま
朝日としてはいいんじゃないですか。まあね。あの上巻はだいぶね、はい、あの出てくるようになってきた感じがするので、うん、あの間違いなければね、はい、いけるんじゃないでしょうか。これ最後の曲だしね。はい、一番最後のね、うん、終わるここだけ欲しいですね。でこそれはすごく簡単でね、2つしか押さえない、うん、まずあの中指と薬指、うん、で両方とも7フレット3弦と2弦、そうそうそう、これが欲しいですね、はい、じゃあ最後のところだけやってみよう、はい、あの最後のあの、okay。あで顔を見合わせましょう、うん、はい、結構ねやっぱり顔を見ることがすごい重要です、うんうん、で特に僕伴奏するときはよく、うん、顔を見る、はい、必ず何を今やってるのかっていう、うん、2つの方が綺麗だね。綺麗綺麗。こっちのアコースティックの感じはね、そっちのソフトなやつと、うん、違うからね。ってね、で、あとその一番最後でしょ。だからこれもう象徴的に2人で最後、はい、終わる。これ了解了解。巡礼の終わりは、はい、ハーモニーだ。そう一緒にやる。はい、一緒にやる。はい、同業二人ですな。うん。四国遍路の同業二人。同業二人、同業二人。なるほど、ね。お遍路の、ね。はい。まああれは弘法大師と一緒にいるということだね。うん、それで噛みながらちょっとやってみたいんだけど。いいですよ。いい？うん、はい、どうぞ。Oh, oh, 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 oh,
すぐにはできないな。スキャットが入るんだね。ありがとうございました。